皆さんこんにちは。アルペンアウトドアーズチャンネルをご覧いただきありがとうございます。アルペンアウトドアーズララポート沼津店の大西タイガーです。今回の動画の内容はこちら、ハードクーラーボックス保冷力比べてみた。各ブランドのクーラーボックスの保冷力って気になりませんか？これからどんどん気温が暖かくなっていく上で、しっかりした保冷力、もしくは自分が必要な保冷力がしっかり把握できればすごく役に立つと思うんですよ。なので今回はこちらで選んだ6ブランドのハードクーラーボックスの保冷力はどれくらい違うのか、実際に比べてみたいと思います。要チェック。アルペンアウトドアチャンネルです。はい、では保冷力を比較する前にクーラーボックスを選ぶ上で理解しておいた方がいいポイントを説明させていただきます。ここを押さえておいた方がこの後の比較でも保冷力の違いが出た時に理解しやすいと思います。要点としてはこちら、クーラーボックスの種類、素材の違い、容量について、以上3つのポイントをご説明させていただきます。まず種類について、クーラーボックスにはコンパクトに折りたたみができるソフトクーラーボックスと、がっちりした仕組みで守られたハードクーラーボックスの2種類があります。それぞれ利点はありますが、今回紹介するハードクーラーボックスの方が基本的には保冷力が高いです。次に素材について、ハードクーラーボックスでね、使用されている断熱材によって保冷力は変わります。種類としては発泡スチロール、発泡ウレタン、真空断熱パネルが今最も使われている断熱材になります。厚みや構造にもよりますが、上から順に保冷力が高いと言われています。最後に容量について、ハードクーラーボックスはソフトクーラーボックスと違って変形しないため容量選びが非常に大事です。ソロ、デュオ、ファミリーで使用する容量は変わってきますので、人数、使用用途によってサイズを選ぶ必要があります。はい、それでは今回の保冷力の比較方法ですが、こちらの 600ml のペットボトルに水を入れて凍らせて、各クーラーボックスの中に一晩入れておき、その氷の残量、溶けた水の量を計測して比較していきます。まず1点目、コールマンエクスカーションクーラー 30QT です。発泡ウレタンを断熱材に使用しているモデルで、レジャーでも大活躍のクーラーボックス。蓋部分に断熱材を使用していないモデルになりますので、そのあたりがどれくらい影響するかが気になりますね。続きまして2点目、イグニオクーラーボックス22リットルです。皆様も馴染みの深い発泡スチロールを本体部分の断熱材に使用しています。保冷力としては一番弱いとされる断熱材ですが、どれだけ奮闘してくれるかが注目です。3点目はロゴスサーモテクト氷点下クーラー30です。コンテナデザインのタフなボディ、断熱材は発泡ウレタン、ロゴスから出ている氷点下パックを使用することで高い保冷力を発揮するモデルですが、今回はペットボトルの氷のみ、その進化を発揮することはできるのでしょうか。4点目は D ライトアイスランドクーラーです。肉厚な断熱材としっかりと密閉できる蓋部分、保冷力は5日間と高い保冷力を誇る中でも比較的お買い求めやすい価格で人気のある商品です。今回注目度ナンバーワンではないでしょうか。5点目はスノーピークハードロッククーラー 49T です。極厚クーラーボックスの先駆者グリズリー社とのコラボレーションしたモデルで、その厚み、保冷力、密封性が非常に高いモデル。僕の予想では氷はほとんど溶けないんではないかと予想しますが、皆さんはどう思いますか。最後はオルカのオルカクーラー 49T です。こちらも極厚のクーラーボックスで、ロトモールドという継ぎ目のない構造になっており、その保冷力は10日間とも言われています。最強クーラーといえばこのモデルを思い浮かべる方も多いと思いますが、そのイメージを守りきることができるのか注目です。それではこのカチカチに凍った氷を入れていきましょう。それでは一晩待ってみたいと思います。
一晩経過しました。早速クーラーボックスの中身開けていきたいと思います。いやー、一体どうなってるんでしょうかね。皆さんも予想しながらご覧ください。はい、ではまずはこちらのコールマンのクーラーボックスの中の氷、どれくらい残っているか見ていきましょう。オープン。はい、こんな感じで氷が少し残ってますが、結構溶けて水になってしまってますね。ではこちらの水の量も測っていきたいと思います。溶けた水の量はだいたい 550ml といったところでしょうか。もっと氷が残っていると思いましたが、ほとんど溶けてしまっていました。それでもこの30クォートのサイズでペットボトルの氷が残っていたということは、通常通り保冷すればデイキャンプから一泊キャンプまで活躍できますね。はい、では次はイグニオのクーラーボックス22リットルのやつを開けていきたいと思います。はい、ではこちらもオープン。ドーン。はい、こんな感じですね。意外とコールマンくらい残ってるんじゃないですかね。それでは水も計量していきたいと思います。はい、溶けた水の量はだいたい 540ml といったところでしょうか。断熱材が発泡スチロールですが、サイズが小さいため早い段階でクーラーボックス内が冷えたのがコールマンのクーラーボックスとあまり差が出なかった要因だと思われます。なのでご夫婦や小さなお子様連れの方でピクニックやデイキャンプで使用するには十分な保冷力があると言っていいでしょう。はい、次はロゴスのサーモテクト氷点下クーラー30です。先ほどのイグニュアコールマンさんのやつよりもどれくらい氷が残っているのか見ていきましょう。お、先ほどの2つよりも氷が大きく残ってるんじゃないでしょうか。早速こちらも計量していきましょう。はい、溶けた水の量はだいたい 500ml といったところでしょうか。通常のクーラーボックスよりも少し肉厚も厚いため、先ほどのものよりも氷が残っておりました。頑丈で見た目よりも軽いので、少人数でのバーベキューや宿泊キャンプでバッチリ保冷できますね。その際はぜひ氷点下パックの保冷剤を忘れずに。はい、次は D ライトのアイスランドクーラーになります。こちらはかなり肉厚も分厚いので氷はもっとしっかり残ってるんじゃないでしょうか。楽しみですね。早速開けていきましょう。オープン。お、先ほどの3つよりもかなり大きく氷が残ってますね。では早速こちらも計量していきましょう。溶けた水の量はだいたい 375ml といったところでしょうか。厚み5センチのボディと高い密閉力でバッチリ保冷していました。サイズが20コートなのでしっかり氷は残るだろうとは思っていましたが、期待通りの結果となりました。連泊キャンプでも大活躍間違いなしですね。はい、続きましてスノーピークハードロッククーラー 49T です。予想でもしていたようにやっぱり一番氷が溶けてないんじゃないかなと思うんですが、どうなってるんでしょうか。しっかり見ていきましょう。それでは開けます。オープン。はい、お、意外と氷が溶けてしまってますね。早速こちらも計量していきましょう。はい、溶けた水の量はだいたい 480ml といったところでしょうか。サイズが40クォートのためサイズのハンデが出てしまい、本来の力を発揮できなかったといったところでしょうか。実際に多くの方が連泊キャンプで使用して活躍しているので、今回の検証方法とは相性が悪かったと言うべきでしょう。ちょっと予想外の結果となりました。はい、最後はオルカのオルカクーラー 49T です。皆様もこの検証はかなり楽しみにしてたんじゃないでしょうか。一体どれくらい氷が残っているのか見ていきましょう。はい、ではオープン。お、さすがはオルカといったところでしょうか。氷が
かなりしっかり残ってますね。こちらもしっかり計量していきましょう。はい、溶けた水の量はだいたい 400ml といったところでしょうか。思ったよりも溶けてしまったとは思いますが、40クォートサイズでペットボトルの氷のみであればしっかり氷を残した方ではないでしょうか。先ほどのスノーピークも同様ですが、本来の力を発揮するためにはもっと保冷剤の量が必要だという結果となりました。はい、いかがだったでしょうか。実際にキャンプで使用する場合は食材やドリンク、保冷剤などがあるためもっと大きく差は出ると思いますが、ペットボトルの氷のみだとこのような結果となりました。皆様の予想は的中していましたでしょうか。僕個人としてはとても楽しい検証となりました。ぜひまた違った形の検証なんかもしてみたいです。ここでクーラーボックスの必需品について2点お話しさせていただきます。まずは保冷剤。保冷剤と一言で言っても様々なメーカーから出ているので、どのメーカーを選ぶがいいか迷ってしまいますよね。どのメーカーもポイントとして見ていただきたいのが3点。表面温度と保冷持続時間、保冷剤を凍らせるための凍結時間、どのくらいの時間、どの温度まで保冷したいか、それぞれ必要な芯に合わせてチョイスしなければなりません。保冷剤を凍らせる時間も保冷剤によって変わるため、前日に凍らせてもしっかりと凍ってないなんてことも。例えばロボスの氷点下パックは表面温度マイナス16度、0度以下の温度を最大6時間まで保ってくれます。アイスなんかも持ち運べちゃいますね。しかし凍らせる時間は48時間、前日に凍らしてもその効果を最大限発揮することはできません。頻繁にキャンプに行き保冷剤を使う頻度が高い方は同じロゴスの倍速凍結を選ぶことで凍結時間を半分の24時間にできます。このような感じで自分に合ったものをチョイスしましょう。保冷剤を入れるタイミングは最後、冷気は下へ下へと移動するので中に入れた食材に蓋をするような形で入れてあげるのがベストです。もう1点はクーラーボックススタンド。保冷力の高いクーラーボックスを使っていても地面にそのまま置いておくと地面から伝わる熱によってクーラーボックスが温められてしまい、クーラーボックス本来の力を発揮することができません。なのでこのようにスタンドの上にクーラーボックスを乗せて地面から離してあげることが大事です。テーブルの上などに置いてもいいんですが、結構幅を取って邪魔になるためスタンドを用意するのがベストです。教えてタイガー、クーラーボックス豆知識コーナー。クーラーボックスの保冷力を最大限発揮するために必要な豆知識をご紹介させていただきます。知ってると知らないとでは大違い、ぜひチェックしてみてください。まず1つ目、前日からクーラーボックスを冷やしておく。クーラーボックスの湯をあらかじめ冷やしておくことで保冷剤の冷気の消費を抑えることができます。2つ目、凍らせられる食材はできるだけ凍らせておく。野菜、お肉などあらかじめ凍らせられるものは凍らせておくことでそれ自体が保冷剤の役割を果たしてくれます。3点目、クーラーボックス内はできるだけ隙間なく詰める。クーラーボックス内の隙間をなくすことで蓋を開けてしまった時に逃げてしまう冷気を最小限にします。入ってくる暖かい空気の量も抑えることができます。4点目、倉庫などにしまって熱を持ってしまったクーラーボックスは冷水などをかけてあらかじめ熱を取ってから使用する。熱を持ったまま保冷剤を入れてしまってもすぐに溶けてしまいます。お風呂などでシャワー、冷水をかけて冷やしてから使いましょう。5点目、直射日光を避け必ず日陰になるところで保管する。直射日光の当たるところで保管しておくとクーラーボックスの温度はぐんぐん上昇して中の冷気を奪ってしまいます。必ず日陰になるところで保管しましょう。6点目、できるだけクーラーボックスを開閉する回数を減らす。クーラーボックスは開けるたびに冷気を失います。長く保冷したい食材が入っているクーラーボックスはできるだけ開閉しないように工夫しましょう。お子様がいたりして開閉頻度が多くなってしまう場合はソフトクーラーボックスなどのサブクーラーボックスを用意しましょう。では最後にまとめです。皆さんはいくつご存知だったでしょうか。もし忘れてしまった場合はまたこの動画を見に来てください。皆様いかがだったでしょうか。さらに詳しいアウトドアの知識を知りたい方はお近くのアルペンアウトドアーズにぜひ足を運びください。知識経験豊富なスタッフがバッチリアドバイスさせていただきます。
アルペンアウトドアズララポートの沼津店大西タイガーでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価よろしくお願いします。各店のインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではまた。